はい、ティースプレイランドのティーです。今日はちいかわのクレープくじがあります。で、 A 賞が各 1% で 3% で、 B 賞も各 2% で 6% なんで、これ A、B 賞合わせても 9% の確率、まあ、10% 以下なんで A、B が上位賞って感じですかね。で、 C 賞、 B 賞、E 賞ってあるんですけど、この E 賞のクレープみたいなタオルもちょっと面白そうですよね。タオルだったらこっちの方がいいかなっていう感じでやっていきたいと思います。はい、ということでね、 B 賞2、 C 賞1、 D 賞2という結果でした。まずまず良かったんじゃないでしょうか。本当はね、 A 賞のウサギを狙ってたんですけど、まあでも B と C で3種類全部出たんで、まあ、良かったのかなって思います。あとはクレープのタオルがなぜか出なかったのがちょっと残念でしたけど、まあ、今回も、B 賞、上位賞とすれば、まずまずだったんじゃないでしょうか。それでは。